てやっぱこういうのカッチカチになってんな。このインパクトのソケットがないんだよね。ああ、いったいった。この辺はね、車の振動があるから相当がっちりついてるね。バネ座とあれか、平座とバネ座。俺バス買い外すなんて初めてだよね、このね。このさ、線ってどっからこう分離してますか？この上、上。大体天井開いてるの、この、なんかこう。あ、そうなの？うん、うん。これモニターのや。この辺外れると思うんだよね。これ、大丈夫？頑張ってね。この辺もう外しちゃって、多分これね、ほら、頑張っていっちゃう。じゃあこっちも外すしかない。あ、でも違うわ、これ。カバーだけか。これか、一緒になってるわ。あー、でもこれで固定しちゃうな。まあ、カバーっぽいね。もう外せばいいんだよ、カバー、とりあえず。でもこれ、コード繋がってんだよ、裏。こんな線取れない。いや、取ろうと思えば取れるけど、多分これ違うな。この金枠、この、これごとベースプレートみたいなのこれがついてるから、裏側取れば取れんじゃない？ここスポット入ってから、ここ取るしかねえんだよ。ほんと取れんじゃない？後ろのね、この、コード外す。プローブになってるね、これね。これ地デジの線かな、こっちが多分。よいしょー、外れた。ん？コネクタになってないかな、これ。普通にカップラーみたいな感じか。爪ある？爪はないか。なんか爪ありそうだよね、普通。カチャッ。ないんだよ。あ、外れた。おっしゃー。これで OK。あとこの上これ電源線だよ、これ。電源線と、こっち映像線。OK。はい、こっち外れてる。え？もうちょっと取れてる。おいお前、ちょっと持って。いや、あんな重くないっしょ。いや、重い重い。結構重いわ。悪くない。来たね。よっしゃー、取れた。取れました。こんな感じでガッチリついたね、やっぱり。でね、せっかくこのブラケットがあるんで、これをうまく利用して次のモニターもつけようかな。しっかりしてるからね。ここにあると運転の人の邪魔になる。一回置いてみて。置いた。そこについたら、あ、ここバックモニター、ミラー、いや全然もっと上だから OK。ただ移動するときにここに、ここの方がいいんだよ。そうだよな、ね。ここ、こうやって意味。確かここぶつけるかな。そこだよね。でもその辺につけたかったんだよね、本当は。まあ、いっか。一回考えよう。一回これ、取っとこう。すぐ取れるから。よーし。立て立て、一回そこ外して中のね、配線チェックしましょう、うんうん、OK、はい、取れました。こんな感じになってるね。あー、なるほど。この線って、あ、やっぱコンバーターだ。コンバーター使って、普通に 100V 使ってんだな、多分。これ何これ、 J-BOX、 わかんない。じゃあ、多分もうビデオは使わないから、ビデオ外しちゃおう。この、こっちのビデオは。収納みたいになってんじゃん。よし。どっかで変な繋がってんだ。ああ、それね。ここ外すしかないよね。しかない。よいしょ。よいしょ。OK、いった。この後ろにあった。ピンチロック。こっちは取れたから。いけたる。ああ、硬いな。もう爪は外れてるわ。引っ込んけ。外れた。よっしゃ。オッケー、外れた。ただね、その上のね、これはちょっとよくわかんない。なんか使いそうかもしれない。アンテナ、これ多分ね、地デジアンテナなのかな。チューナーっていう。チューナーこれこう繋げてるの？うん、ちょっと配線よく見ないとわかんないな。ちょっとこの配線のあれだね。何が何の配線かちょっときちんとしないとよ。わかんないな。
こっちはこれコンバーターだな。ちょっとこっちに繋がってたビデオだったじゃん。3本線がビデオの出力線なんだな、多分な。はいはい、上に上にあった、うん、はいはい、だからこれの延長の3本はいらないよね。あ、いるか。この3本は DVD のあれに行くんじゃない。そう、でも今時の DVD ってよ、3本かな。あの変な一つのコネクターだって今。 OK HIDM だっけ。え、HDMI。 変なこと言わないでくれ。変なこと言わないでくれ。間違えちゃう。どうせ一旦こっちも外すか。なんか裏どうなってるか分かんないから、そうしよう。一旦全部外して再生見よう。はい、今ちょっと上全部バラしたんですけど、さっき使ってたここにあったビデオデッキが 12V なんですね。なのでこのバスのバッテリーは 24V だから、この DC-DC コンバーターで 24V を 12V に落として、この 12V の出力でデッキの方に入ってました。で、逆にこのビデオから来てた映像ケーブルたち、これがですね、この線、ネズミ色のこの線に映像ケーブルと、音声か、黄色のこの映像ケーブルが入ってるんで、このチューナーでビデオ信号が外部入力の映像と地デジ側の出力信号っていうのをこいつで切り替えられることができたんだな、多分。だから同じように地デジ見る場合と、あ、 DVD デッキをつけて見たいのであれば、やっぱここと同じ配線、ここに黄色、この2つに赤白をつける必要があるってことですね。うー、なんとか分かったぞ。まあ、一旦これ外そうか。 OK、 なんとなく分かってきたよ。こいつの、DC のここにね、24V イン入力って書いてあるから、もともとこの線ですね、これが 24V の線なんですね。なのでこう忘れちゃうから、ここにちょっと 24V 24V のインで、ここはもう使わないから、 DC-DC は使わないから一旦外して、でとりあえずこの、うん、コンバーターのこれですね、これがアース線なんで、これもちょっと分かるようにアース線書いてある。アースよいしょっと。でこれ一回外すぞ。よいしょ、 OK、 出た。だいぶスッキリしてきたね。であとこれはテレビチューナーだから、これが多分地デジの線だね、4本あるから、これ貼ってあるよね、地デジの線が、アンテナ線、ここ電源だね、どう考えても。これが電源線、この赤が 12V かなんかでしょ多分。で、あ、黒がアースで、映像ケーブル3つがこのまま、え、待ってビデオ入力3ってのがあるの、使ってないやん、これいらないじゃん、ビデオ入力3ってのがあるけど、これ元々使ってなかったから、うん、いらない、取っちゃおう。これいらない、この配線ケーブルいらない。はい、今ですね、この辺綺麗にして、これ何のケーブルかちょっと分からなかったら、こっちについてたやつ、これがですね、車載用デジタルチューナーってやつで、こいつはあれですね、いろんな映像を入ってきたもの、ビデオだったり地デジだったり、それを、まあ、分配、何の映像を映すかみたいな選択するような、ね、選ぶやつって感じですね。なので基本はこいつがないと地デジは映らないって感じだと思います。なのでこれは使う、だから一旦これつけとくわ。だからか、これが、このリモコンのチューナーのリモコンなんだ、チャンネルとか設定するやつだから、これ合ってるわ。はい、一応ですね、さっきこれ電源がこうやってなんか入んなかったので、ちょっとテスターで 24V がね、ちゃんとつながってるか確認していきたいと思います。エンジンかけます。普通はちゃんとつながってて、よし、 24V きてるか、よし、どう、きてる、きてる、離して、はい、はい、はい、オッケー来てるね、24V 生きてる、オッケー。じゃあここの 24V は生きてるから、でアースもちゃんと落ちてるねっていうのが分かった。で、どっちはじゃあつかない、これ電源入れなくてもか、これはさっきから電源つかなかった、そうだね、こいつの電源がつかないですよね、押しても謎。こいつの電源ってこれじゃん、 DC-1224 だから、じゃあこの赤の線だ、この赤の線にちゃんと入ってますかって話だね。この赤、ヒューズが切れてんじゃない、そもそも、もしかしたら
源が入ってるかって確認すればいいか。こいつを抜いて、こいつの赤線がね、多分電源入ってないんじゃないのなんて思うんだけど、このオレンジ線だ、これこの線、これこれが繋がってるから、この線か外すか、ここに来てるか、電源が、これと、あーっと繋ぐよ、はい、あ、来ないね、このオレンジ線、この電源来てないんだ、あーでも待って、こいつ12線だからよ、こいつ繋げがいいんじゃん、一回やってみようか、これに、ここの24これ来てるから、これ繋いだらつくじゃん、あ、ついた、ほら、ついてる、ビデオ3、ビデオ3ってことは、ビデオ3が生きてるよってことね、今だと、で、多分これを選曲ニュー切り替えか、あー、オッケーオッケー、生きてんじゃん、ビデオ4、ビデオ5テレビチューナー、はい、BS カーナビ、あー使えるね、ってことはこいつ地デジだから、地デジ見れるようにするには、カーオーディオ、ビデオ出力、出力全部ここから行くんだ、1本でどの入力かをこいつ選んで、ここから1本出すから、これ BS 入力2カーオーディオでしょ、ビデオ1がいいね、やっぱ1番に一旦これ入れとこうか、赤、こうするとこの地デジの映像はビデオ1という入力で見れるはずっていうことですね。ふぅ、そしたら次は、でこれはリモコンだからいいでしょ、OK、 切る